伊豆路高速バスセンター伊豆路高速バスセンターは、鹿児島県鹿児島市大国町に、かつて存在したバスターミナルである。岩崎バスネットワークが管理しており、鹿児島県内を発着する長距離高速バスが、発着していた。2009年3月31日の出発をもって、廃止され、鹿児島本港高速線ターミナルに、高速バス案内所を移し、後を引き継いだ。 鹿児島有数の繁華街である天文館の近くに立地しており、長距離高速バスが発着していた。一般路線バス、及び県内のみを運行する高速バスは、東バスターミナルではなく、天文館に立地する山形やバスセンター、及び鹿児島中央駅前をかつて発着していた。東バスセンターは、岩崎バスネットワークの管理で、乗車券発券所、トイレ、洗面所、 待合室、コインロッカー、自販機などの設備があり、コインシャワーもあった。廃止理由として、手狭になったこと、高速天文館バス停が近くにあったこと、乗船客が都市間で利用してほしいなどの理由により、ないは運行会社、内は行き先、桜島合意以外は岩崎バスネットワークは運行に携わらないが、予約、発見業務は行っていた。ないは、 運行会社、内話行き先、近鉄バスホームページ、西鉄バス、桜島号、鹿児島本港へ、路線延長のお知らせ同社のグループ会社で、後に、南九州バスネットワークに関2004年3月12日を、もって、会社生産により廃業。南九州高速バス撤退後は長らく、宮崎交通の単独運行であったが、2010年12月20日より、 南国交通が共同運行に参入した。ありがとうございます。